阪神競馬場、阪神競馬場、阪神競,競馬場、A。阪神レースコースは、兵庫県宝塚市、一部西の宮市にある、中央競馬の競馬場である。試行者並びに管理者は、日本中央競馬会、JRA。競馬場の最寄り駅である阪急今津線、二川駅から、二川競馬場とも呼ばれる。アメリカ合衆国。 イリノイ州のアーリントンパーク競馬場と姉妹提携を結んでおり、阪神競馬場ではアーリントンカップギー、アーリントンパーク競馬場では阪神カップ、ハンシャインカップギーが開催されている。以下、特記しない出展はすべてより、2006年のコース改修によって、従来の第3コーナー第4コーナーの外側に新設された芝外回りコースは、 東京競馬場を上回る長さとなり、右回りの競馬場としては、日本最大の一周距離である。合わせて、芝コースダートコースとも、第1コーナー第2コーナーのカーブにスパイラルカーブが採用されたほか、ダートコースの第3コーナーも緩やかなカーブに改良された。これにより、回収前のコース形態で問題とされていた点もほぼ解消され、特に枠順による。 有利不利が指摘されていた芝千6 0 0メートルは、交渉面の中ほどに発想地点が移されたことで、不満の声も聞かれなくなったとされる。ゴール前の直線には、高低差1.8メートル、勾配1.5%の急坂があり、人間、先行場がこの坂で失速するシーンもしばしば見受けられる。B コースは A コースから直線は3メートル、 曲線は4メートル外側に移動柵を設置する。障害コースは逆回りにスタートし、交渉面からタスキコースを通って順回りとなる。阪急今津線、二川駅から専用地下道で徒歩5分。1907年、明治40年、現在の西宮市の鳴尾浜の両岸に作られ、関西競馬クラブによって開催された。 西浜の関西競馬クラブ競馬場と、鳴尾速歩競馬会によって開催された、東浜の関西速歩競馬場がある、この二つの競馬場を総称し、鳴尾競馬場と呼んでいた。馬券発売禁止時代、馬政局の命令により、両クラブは合併され、阪神競馬クラブとなり、1910年、明治43年、関西速歩競馬場は廃止。1916年、 大正五年、阪神電気鉄道が競馬場を内側に、野球場2面、ナルオ球場を含む総合運動場を作り、翌年、全国中等学校優勝野球大会を開催。1937年、昭和12年、日本競馬会阪神競馬場と会称。1943年、昭和18年、日本海軍が競馬場に隣接する、川西航空機の製造する、 軍用機の試験飛行を実施するための飛行場として、競馬場用地の用を打診し、日本競馬会は、代替用地の圧線と建築資材の提供を条件に応じたため、1 9 4三年の開催を最後に開催終了した。日本海軍と日本競馬会では、移転候補地を検討の結果、無こ軍領量元村の坂瀬川付近、現在の宝塚ゴルフクラブの一部を含む用地が、 最適と判断し、宝塚ゴルフクラブや、付近の土地所有者との交渉を行い、1944年には、競馬乗用地の買収を完了、直ちに移転工事を開始した。工事資材は、海軍より提供されたが、産地を切り開き、平地に地ならしする必要のある場は、スタンド付近の工事は、先送りされ、まず先に、旧車施設や調教コース、 ポンプ場などの関連設備、及び職員用住宅の建築を実施することとし、終戦後も工事を続けた結果、1946年4月に完成して使用開始した。しかし、1946年6月に、新中軍が慰安用ゴルフコースに使用するために未着工の用地を接収したため、それ以上の工事継続が不可能となった上に、 調教コースもゴルフコースに復元されてしまったため、調教用設備としても使用困難となり、早期の接種解除も望めないことから、競馬会では新たな競馬乗用地を探す必要が生じた。日本競馬会では新たな競馬乗用地の取得を検討したが、独自に競馬乗用地を取得する予算もなく、苦慮していたところ、戦災にあった後は放置されていた。 二川の旧川西航空機宝塚工場跡地の払い下を受けて、競馬場の建設を検討していた、社団法人西日本競馬振興会、後半球グループの京阪神競馬株式会社を経て、現在は京阪神ビルディング株式会社に、競馬会側が協力し、まず同地に仮設の競馬場を建設し、それを競馬会側が沈借することで合意した。 そうした中で1948年夏より、競馬場設置工事を開始したが、まずは、鉄骨類などの建物の残骸を取り除く工事から、開始せざるを得なかった。またスタンドも土盛りの上にコンクリートを打ち、小さな屋根をつけた程度の粗末な設備なものの、1949年暮れに竣工し、12月3日より、第1回阪神競馬が開催された。この時点では、 坂瀬川地区の競馬場施設もそのままで、大半の馬や人は坂瀬川に降り、競馬開催時に阪神競馬場まで移動していた。また馬場は水はけが悪く、雨が降ると水が浮いて泥場になり騎手から不評だったため、第一回開催の終了後に再整備を余儀なくされた。しかし、阪神競馬場の人気は振るわなかった。馬場の内側には、繊細で破壊された。 鉄骨類が見られ、極めて殺風景だったことから、当時の農林省競馬部では、馬場内の整備の一環として、ゴルフ場を設置することを決め、京阪神競馬会社や京阪神急行電鉄などと協力して、場内整備を行い、1951年2月に、全球ホールの新川ゴルフクラブとして開場した。1952年になって、米軍より、逆、 瀬川の競馬用地が返還された。農林省競馬部では当初の予定通り競馬場を建設する方針であったが、まずは長距離馬場の設置と、阪神競馬場と旧社地区を結ぶ馬道の建設を計画したが、宝塚ゴルフクラブ側は国に対してゴルフ場としての払い下げを求めて使用を開始したため、阪神競馬場が国に払い下げ申請の却下を陳情したもの、 結局国がゴルフクラブ側に対してゴルフコースの一時利用許可を与えたため、調教用馬場の建設はならなかった。一方、阪神競馬場では、京阪神競馬会社と新たな賃借契約を結び、土地購入やスタンドの増築などを実施し、利用客へのサービス向上を図った。1955年、昭和30年、日本中央競馬会が設立されると、 競馬会側では、逆、瀬川の競馬場用地への移転を断念、現在の競馬場を競馬会が取得することとし、京阪神競馬会社と交渉の結果、双方で土地を交換した上で、坂瀬川の用地を宝塚ゴルフクラブ側が買収することで合意し、1956年3月に、坂瀬川地区から旧社を移築して、すべての施設を二川地区に集約した。 1955年には障害競争専用コースを設置。1959年にはスタンドの増築が完成し、阪神競馬場会場当時の木造スタンドは消滅したが入場人員の増加に伴い、1962年と1966年に再増築された。1969年、滋賀県に立党トレーニングセンターが開場し、 11月4日から11月20日にかけて阪神競馬場所属の人馬の移動が行われた。不要となった旧車地区は整地され、駐車場や場内公園などに利用された。また、長距用馬場は一時的に地元乗馬クラブに貸し出されるなどした後で、1974年にダート構成の改造が行われ、9月7日より正式に使用開始された。混雑するスタンドも、 1979年に再造築された。1986年にはターフビジョンが設置されたが、最も古いスタンドが築35年となり、老朽化も目立ってきたことから、JRA では阪神競馬場の全面改築を決定。1990年6月の開催後に工事を開始し、1991年11月20日に完成した。スタンドが 地上3階、高さ17.2メートルから地下1階、地上7階、高さ39.9メートルに大きく変容し、パドックもスタンドと融合し一体となりドーム状の大屋根で覆われるようになった。ババについても、第3から4コーナーの約130メートルの直線を連続したカーブに改善するとともに、ゴール前120メートルに上り坂が設けられた。 1991年、平成3年に改修された6階建てで、4階から6階は指定席となっており、2階から6階にかけては全面ガラス張りの冷暖房完備となっている。中央コンコースを挟んで東と西に分割されている。当日発売の指定席は、開門前から発売が行われていたため、開門前から場内に入場できた。 2016年宝塚記念については、はがきによる抽選発売のため、開門前に入場できなかったが、2016年第4回開催より、すべての開催日で開門後の発売に変更される予定。車椅子で観戦できる一般スペースは、東、西ウィング3階及び東ウィング2階にある。シルバーシートが設置されている、満65歳以上が対象。 東ウィング3階に216席、東ウィング2階に138席、共に、禁煙があり、利用するには年齢を証明できるものが必要となる。1F コンコース横には、リソナ銀行の現金自動預け払い機、ATM が設置されており、通常の競馬開催の場合、リソナグループ、リソナ銀行、埼玉リソナ銀行、近畿大阪銀行の口座において、 リソナクラブのステータスが、バール 20P、月以上であれば、手数料無料で入出金が可能となっている。2015年4月6日以降の手数料体系。場内では、ミニ FM 放送で、各放送局の音声を送信している。周波数は、以下の通り、パドックを観覧する場所の上を覆うように、半身競馬場特有の屋根がついており、 雨天でも傘を差さずに観覧できる。ワールドスーパージョッキーズシリーズの表彰式やトークショーなどもここで行われる。スタンドの東にあるセントールガーデンのセントール像があり、阪神競馬場のシンボル的存在となっている。グリーンチャンネルの競馬中継で阪神競馬場を表すアイコンにもなっている。また、東競馬場で施行される重賞のセントールステークスの 名称はこれにちなんだものである。また、2017年からの大阪杯のファンファーレで、流れる CG アニメーションでは、セントウルゾが冒頭にバスる。東ウィング1階にあった。席数は26席で、利用料は500円、入場料別。各席にノートパソコンが設置されており、インターネットが使い放題になっているため、JRA、VANNEXT など、 各種競馬情報を得ることができた。かつては、阪神競馬場に調教師が所属し、競馬場で調教を行っていたが、1969年に、立東トレーニングセンターが開設されたのに伴い、中京競馬場の所属調教師に続き、11月に移動を完了した。1969年時点で、阪神競馬場に所属していた調教師は、以下の通り、 出展、JRA 公式サイト中央競馬レコードタイム、阪神競馬場。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。